絞り取ってやろう。正義は勝たねばならん。こちらは何とかしてみせよう。さて、ママへのプレゼントにするか。絞り切ってやる。ダメ、なんとかしないと。一瞬で片付けてやる。この程度で我々に逆らうとはな。おお、受けてみよう。力の差は歴然だったな。無駄のない動きだ。さらに腕を上げたか。おい、私は創世スムージー。お前たちなど敵ではない。
いい場所だな。気に入った。よし、次の相手はドイツだ。やだりやがって、情けねえ。伏せよ。ただヒラヒラするだけの天才マタドールだと思わないよ。仲間とはこの程度のものなのか。無駄のない動きだ。さらに腕を上げたか。伏せよ。そろそろ決着をつけようじゃないのさ。そうだな、半殺しで済ませる。この勝負、敵も死ぬ気で来る。望み通り切り捨ててやる。よくもやってくれたブルネ。数仮面忘れんじゃないわよ。受けてみよう。さて、ママへのプレゼントにするか。スパイだ。ローカーせよ。何分持つかだ。
何分も。私は小生スムージー。お前たちなど敵ではない。ママの娘に敗北は許されない。2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち、麦わらの一味。魚人島を経由し、ついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は、発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは、金右衛門と名乗る和の国の侍だった。拙者、この島に息子を助けに来た桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち。その途中、桜花七部会となっていたトラファルガー・ローと再会する。麦わら屋、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカー、タシギとの共闘を経てこれに成功する。金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行は、ローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すため、スマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝、ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ、本人から連絡が入る。俺だ、七部会をやめたぞ。今から8時間後、北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ、急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら黒。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わら屋と俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いたフジトラはローの七部会の称号剥奪を宣言し、攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地
象へ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。ぼちぼち時間だ。おい、ルイ、あれ。あ、なんだ。レベッカ、冷静になれ。誤った真似をするな。やだよ、私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。私の言うことを聞け。何よ、親でもないくせに。あなたは片足のおもちゃじゃない。待て、やけになるな。すげー、おもちゃが喋った。うっ、ややこれはご客人。お荷物でもお持ちしましょうか。面白い兵隊。やや面白いですかな。いかがかな？いかがかな？おい、おっさん。そんなことより、工場についてなんか知らねえか？工場？いえ、全く存じ上げません。そうか。なかなか聞き出せねえな。こっちから早いとこ工場ぶっ壊さないといけねえのに。ちょっと待て。ここでそんな過激発言はタブーだ。ドン・キホーテファミリーの耳に入ろうものなら。おい、お前ら、今何と言った。ああ、それ見たことか。怪しい奴らめ、ひっ捕らえる。厄介なことになった。工場の話は後だ。今は目の前の敵を倒そう。いつの間にか周囲を包囲されておる。全員倒さねば先へ進めんだろうな。いくら倒してもキリがねえ。あ、ごめんな、仲間呼ぶのやめろ。次から次へと敵さんが来やがる。いいぜ、その俺が相手してやるよ。おい、兵隊、さっき話してたやつ知り合いか。娘のようなものだ。親のいない彼女の面倒を私が見ていた。へえ、おもちゃが人間の世話を。やっぱここ変な国だな。
死守総360ポンド砲おお、助かったぞ。じゃあ先へ進むとするか。360ポンド砲360ポンド砲この感覚を待ってた。360ポンド砲敵はいくらぞ倒したようでござるな。さあ先を急ぐぞ。なあなあ、そろそろ工場について教えてくれよ。どこにあるんだ。確かに工場は存在する。だが私もまだ正確な位置を把握していない。ドン・キホーテファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いだろう。360ポンド砲。なあ兵隊、コロシアムって何するとこなんだ。剣闘士たちによる殺し合いだ。この国ではこんな残酷なショーが日常茶飯事なんだ。殺し合いが日常だと。ドレスローズはまこと恐ろしい国でござるな。痛え国だな、ドレスローザ。これも全部ミンゴと工場のせいか。昔は本当に幸せないい国だったんだ。10年前ドフラミンゴに乗っ取られるまで。だがそんな悲劇も今日で終わりだ。必ずこの手でドレスローザを取り戻す。工場の場所教えてもらおうか。俺が知ってるのはコロシアムの近くにあるってことだけだ。360ポンド砲。そうだ、今回の大会の景品
なんとあのメラメラの実らしいぜ。メラメラの実が本当か、本当なのか。それ、どちらにせよ殺し闇に向かおう。一度でここで真実が判明するだろう。360ポンド砲、360ポンド砲、360ポンド砲。三刀流奥義、三天王。後悔するなよ。どっちを握れ。おい、工場はどこにあるのか教えろ。今度砲殺し闇の地下にあると、そう聞いたことがあるぜ。今度砲サム、これで情報集まったな。諸君、コロシアムの地下へと向かうぞ。情報を嗅ぎ回る不定の輩め、ドフィーにあだなす者は何人たりとも許さねえ。誰かに持ってかれるのは嫌だ。おめえにとっては形見ってことか。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。うん。コリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。おお、出る出る、俺が出るぞ。待て待て、その格好で行くつもりか。今朝新聞に顔が載ったばかりだ。変装ぐらいしろ。そっか、わかった。出場登録ですね。お名前は？俺はルーシーだ。いいじゃねえか。ルーシーさん、選手の控室はこちらです。出番までご自由に。うほー、鎧つけるぞ。お、これもいいな。見ろ、あれは海賊貴公子。しかし、なんて美しさ。係の女たちが全員倒れていくぞ。
そこの君、あまり防具をつけすぎるなよ。重量制限がある。あ、僕の名はキャベンディッシュ。君は何者だ？俺はルフィ。あ、ルーシーだった。紛らわしいな。本当に君が麦わらのルフィだったら今ここで殺していたよ。え、なんでだよ。3年前新世界に現れた美しきルーキーことこの僕に世界中がざわめいた。それがどうだ、わずか1年後湧き出てくる後輩のルーキーたち、最悪の世代が獅子奮迅の大立ち回り。記者たちはもう僕に見向きもしない。だから殺すんだ、目障りな後輩たちを全員。そうか、じゃあな。おい、まだ話は終わってないぞ。めんどくせえやつだったなあいつ。あ、なんだこの銅像。その人に興味ある？誰だ？レベッカ、剣闘士よ。それは伝説の人、コロシアム史上最強の剣闘士キュロスだけど、この国中の誰も彼のことを知らない。はあ、わかんねえ話だけど、俺は好きだぞこの銅像。男らしくて。私も好き。そういや、剣闘士ってことはお前も出場すんのか？うん、私優勝商品のメラメラの実の能力を手に入れて撃つんだ、ドフラミンゴ。え、ミンゴ？一回戦終わった時、お互い生きてたらいいね。おい、俺の目は節穴じゃねえぞ。いくら変装しようと俺の経歴に傷をつけた野郎の顔は忘れねえ、麦わら。あ、お前はマロー、ベラミーだ。彼は海賊ハイエナのベラミー。かつて空島へ立つ直前のルフィと戦い敗れた過去を持つ。その後ベラミー自身も空島に到達、ドフラミンゴに莫大な黄金を持ち帰ることでドン・キホーテファミリーでの立場を得ていた。そう、ベラミー、なんでここに？メラメラの身に興味はねえが、優勝すりゃファミリーの幹部に昇格できる。ドフラミンゴはガキの頃から俺の憧れの海賊だった。やがて来るでかい波を越えるために俺はドフラミンゴの船に乗る。麦わら、もうお前を笑わない。麦わら？もし本物の麦わらのルフィならば、君の命は僕がもらう。
瞬で潰してやるよ。この手で切り捨ててやる。あの男はおめえには取らせねえでよ。こっちの方が目が深い。そうか、君もか。だが僕の獲物だ。この獲物をまずい。終わったか。覚悟しろ麦わら。今倒してやる。言ったはずだべ。お前には取らせねえ、キャベンディッシュ。こんなところで暴れないで。誰か二人を止めて。いくぞ。本当だべ。どうすべどうすべ。キッチョンで助けねえ。待て、まだ勝負はついてないぞ。僕は最悪の世代を全員消すんだ。けど、これ今急いでんだ。ルーシー、こっちを逃がしてあげる。ついてきて。ここまで来ればもう大丈夫なはず。ありがとう、レベッカ。そういや、お前おもちゃの兵隊に育てられたって本当か？そう、兵隊さんはたった一人の家族だった母を失った日から私を育ててくれた。親も同然の人なの。ずっとそばにいてくれて、何度も何度も守ってくれた。へえ、あのおもちゃが。私の一族はかつてドレスローザを治めていた王族だったの。でもそこにドフラミンゴが現れて王座を乗っ取られた。私も王族の血を引くからと捕らえられて、今は囚人剣闘士としてここで見せ物にされてる。なんだそれ、ひでえ話だ。兵隊さんは私たちみたいな人を解放するためにドフラミンゴを撃つ準備を進めていたの。何年もかけて。そして今日、兵隊さんがドフラミンゴに決戦を挑むって。彼は自分の命と引き換えにこの国を滅ぼす気なの。もう守られるだけじゃ嫌なんだ。今度は私が兵隊さんを守りたい。兵隊さんが死んじゃう。レベッカ。Aブロック勝者はバルト・ロメオ。さあ次はCブロックの試合です。試合が始まる。決勝で会いましょう、ルーシー。おう、頑張れよルフィ。あ、どこだ。窓の外か。ゾロ、ティアモン、どうした。ロー殿がドフラミンゴにやられた。それだけじゃねえ。海軍大将がドフラミンゴと組んでる。おかげで町中海軍だらけだ。急がねえとまずいぞルフィ。藤川、お前ら。サンジ、こっちはどうなってる。順を追って話すぞ。まずドフラミンゴの王位放棄、あれは真っ赤な嘘だった。俺たちは初めからドフラミンゴにはめられてたんだ。交渉は決裂、共
トラオはドフラミンゴと戦うことになった。それでトラオをやられたのか。今私たちはトラオの指示でシーザーをドフラミンゴから遠ざけるためゾーンへ向かっているの。わかった。トラオは俺たちが必ず助ける。お前らは先にゾーンに向かってくれ。メラメラ組、誰かに取られるのは嫌だけど仲間の命には耐えられねえ。俺たちはドフラミンゴをぶっ飛ばしに行く。よし、さっさと殺しジャムから出てこい。ルフィ、俺たちは先に向かってる。ゾロドロ、そちらではござらん。あ、でもコロシアムの出口どこだ。早くトラオを助けに行かねえと。出口どこだ。ジョーカーが麦わらを俺に殺せって。ドフィーも甘いな。優勝を逃した男にまたチャンスを。大会が終わるまでに型をつけろ。それで晴れてお前もファミリーの幹部だ。出口どこだ。待て、久しぶりだな麦わら。あ、チャンピオンのやつ、なんか用か。うん、そこにいるのか麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。じゃあ大会に出場中らしいな、ルーシー。だがメラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。エースの力はお前らにだけは絶対渡さねえ。じゃあ麦わらを見極めるいい機会だ。派手に暴れてこい。任せてくれ船長、存分にぶちのめしてやる。ウィハハハッ。ウィハハハッ。メラメラの実はいただくぜ。早くあの能力を使ってみてえな。ふざけんな、お前らには渡さねえと言っただろ。消えてもらう。ディアマンテ様の指示だ。
対戦するか。どうせお前らはここから出られないんだ。ベラミン、悪いけど俺急いでんだ。外に出てんだけどよ、出口がなくて。このコロシアムに出口なんかねえよ。選手は一度入っちまったら二度と出られねえ。どういうことだ。お前、ミンゴの部下だろ。なんか知ってんじゃねえか。頼む、仲間がやべえんだ。俺は今から外へ出る。ついてくりゃお前も出られるかもな。そうか、ありがとう。連れてってくれんだな。お前が勝手につけてくりゃ偶然そうなるって話だ。俺にもドフラミンゴに通すべき筋がある。裏切れねえ。わかった、じゃあつけてく。ルフィ先輩、メラメラの実は俺が必ず手に入れてあんたに届ける。安心して外さ出てくんだ。ドフラ、あんたに憧れて海さ出た。未来の海賊王のお役に立てるなら本望だべ。そうか、それなら助かる。メラメラの実はお前には渡さねえぞ、麦わらのルフィ。あ、何者だ。ルフィ先輩に気安く声かけやがって。俺だよルフィ。ルーシーだ。見ろこのヒゲ。変装したくらいで弟の顔がわからねえわけねえだろ。弟？あのな、俺を弟と呼ぶのは死んだエースと、もっと昔に死んだ死んだ。サボー！
昔エースとお前と三人で杯を。ザボなんだよ、一体今までどこにいたんだよ。俺てっきり死んだんだと思ってた。ありがとな、ルフィ。生きててくれて嬉しい。でも、サボ、俺は目の前でエースを殺されて。ああ、エースは死んだけど、お前だけでもよく生き延びてくれた。俺は何もできず、二人の兄弟を失うところだった。お前まで死んでたら、一人ぼっちになるところだった。ありがとう。生きててくれてありがとう、ルフィ。メラメラの実は俺が食っていいか？うん、それがいい。それしかねえ。拙者が行きます。この剣で切り開きます。はい、私を敵に回して崩壊するのはそっちよ。はい、はい、行けなさい。お覚悟。はい、さあ見てくれ。はい、はい、ベラマ屋敷、 あなたの心を。人前で拙者なんてことを。
どうすればあんな風に動けるの。いいぞ行って。しまった、あいつ敵だ。あなたの心を。そう。屋敷、
なたの心、人前で拙者、なんてことだ。油断しました。はい、you